翌日、親友長近秀吉からのメールを見た金木は久しぶりに大学にやってきた。駆け寄ってきた秀は以前と何も変わらない。自分を気遣ってくれる秀に金木は複雑な思いを抱く。てめえ金木、どんだけサボってんだこの野郎。さて、第2章やっていきましょう。大学ですかね。俺の身にも慣れてな。ウサギは寂しいと死んじゃうんだぞ。ヒデ、ごめんごめん。とにかくさ、その口の悪い先輩んとこに資料を取りに行かなきゃなんないわけさ。付き合ってくれよ。はい、ということで、後ろにですね、ヒデがついてきていますね。今から錦の研究室かなに行くんですかね。お、大学だ。お、マップのさ、作り込みがすげえよ、これ。やべえな。しかもさ、この、なんていうの？キラキラした感じ。光加減、光の加減っていうのかな。前回パーティー、ちょ、待て、ヒデ、待て、先行するな。危ないぞ。待て。ひなみをね、入れたんで、やべえ、これヒデ守りながらか。そういうことね。これはヒデを守りながら戦わないといけない。そういうことですね。ひなみは多分あの援護してくれるんだ。ちょっと待って、ヒデ早えよ。死んじゃったらダメだから。よし、一気に押せ。いやー、待って、強いやつがいる。これはスキルでぶっ飛ばしたいが、よし、なんとかヒデを守りながら。ひなみもちゃんと援護してくれてるし、めっちゃ先行くじゃん。やべ、後ろからも来てる。危ない。なんかすごいね、カグネの形が。後ろからやってきた3人のカグネがさ、なんだこの蜂のお尻みたいな。ちょ、待て、ヒデ待て。ヒデマジで待って。うわ、お相撲さんみたいなのがいる。やべえよ、マジで金庫みたいなのがいるぞ。カグネやべえ。あれ何、後ろからすげえアームみたいなのが。いや、マジか、こいつ結構硬いぞ。やばい、来る。この強攻撃はなかなかあれだね。ヘイトはヒデの方には向いてないのかな。なんか敵は積極的に、やべ、ヒデを削りに来るかなと思ったけど、そんなわけでもなさそう。ドド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 ド
カットインとか入ったりすんのかな。よし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 。じゃあ次行きましょう。2の2ですね。ヒデに連れられて訪れた教室で、金木は錦と思いがけず再会する。錦は家まで資料を取りに来いとヒデを誘った。ヒデを心配した金木は一緒に行くと申し出る。人気のない場所まで来ると錦はヒデを蹴り飛ばした。さらに金木を殴り、意識を失っているヒデの頭を潰すと挑発した。よーし、錦戦なのかな、これは。できないのは。とりあえず最後にボスで錦が出てきてくれると思うんで、そこまで行きましょう。なんか敵もちょっと硬いんでね、今はなんかストーリーを進めろみたいな強制的に進めさせられてるんだけど、キャラの強化もねしていきたいんだよ。うわすごいのがいる。すごいかぐねのがいるな。これはあれなのかな、このゲームオリジナルの。ドド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 ン、いいね、爽快だわ。いや結構金木の HP 削れてる。これ錦戦大丈夫かな。左に行ける。もうスキルは惜しみなく、敵の攻撃も避けることを考えながら行かないと。結構やばいな。あ待って、ひなみが回復系のスキルなんか打ってきてくれてるな。俺の体力は削れるとね、ひなみが体力回復の援護してくれる。これはいいぞ。OK 最高。ヒデが倒れてる。見せてみな、お前のカグネを。出たな。お前さ、
長近のことを食うつもりだった。待て、この BGM 聞いたことがあるぞ。ヒデは食い物じゃない。その早く来ないと潰すぜ。何もできないのか。そんなの許せない。嫌なんだ。さあ行こう。錦の範囲攻撃に気をつけながらガンガン削っていこう。ひなみの近くに、やばい、待って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 、やばい、うわーマジか。今のちょっとあれだな、場所が悪かったな。ここならまあいけるだろう。待って、やばい、怖い、そろそろ来るんじゃない。来た、やばい、逃げろ。危ない。いや待て、ここだと若干全部範囲入って逃げ場なくないか。こっちを背中にしとくか。待て、撃っちゃったよ。いやー結構削れてる。でもまあ俺の方が削るの早いだろ。スキル来て、そろそろあいつの範囲スキル来そう。来た、なんだあれ、あ階段、嘘、待って、今後ろのあれ出なかったじゃん。よしなかなか強かったですね。やっぱキャラ強化しないとなかなかきついものがある。よし、じゃあ次2の3に行きましょう。お、なんか途中でショップみたいなのがあるぞ。なんだこれ、アイテムか。金木剣のかけらみたいなの手に入ったな。パズルピースみたいな、パズルのピースみたいな。あとお金とコーヒーと、あれはなんだろうか、スキルかなんかアップするやつかな。あ、なんか出たぞ。様式強化、オッケーオッケー、強化しよう。そんなの許せない。いいね。あ、スキルツリーみたいなのがなんかあるね。技能、あ、これで1個スキルが上がったね。やっぱ攻撃のやつもちゃんと上げていかないと火力低いままなのかな。親友の死の危機に逆上した金木の体からリゼのカグネが現れ、錦を貫きヒデを救った。しかし血まみれの親友を前に金木は強烈な飢餓感に襲われる。理性を失いヒデを食おうとした金木の前にトウカが現れた。お、トウカ戦か。もう友達の命ですらどうでもよくなったんだ。あんたはね、こいつを食い散らかした後で後悔するの。血と臓物の海の中でね。それがグールの上、私たちの宿命。ほんとうんざりする。今回だけは同情してあげる。おとなしくくたばんな。いや強そうだぞ。いいじゃん、かかってきな。よし行こう。初っ端からスキルをぶっ放して遠くからね。やばい、来る。比較的遠くの範囲攻撃は避けやすいと思う。錦の、うわーすごいな、あいつ360度にうかく巻き散らしてきやがる。やばい、来る。錦みたいにもう絶対距離取らな いけないみたいなんじゃないから、角度を変えて、あ、今のかすったか。今の避けきれてなかった。待って、スキル封印された、一瞬。オッケー、あ、ひなみが狙われてるな。やばい、来る。そうか、これ、この360度に打ってくるさ、範囲攻撃。オッケー、あ、ひなみのなんかパズルピースみたいな手入ってるな。ランクは7になった。じゃあ2の4に行きましょう。トウカちゃんが運んでくれたんだ。僕はずっと空腹に襲われていたんです。そして正直に答えてください。僕が寝ている間に何を。グールが空腹を満たす方法は一つしかない。自分が何者か知りなさい。途中ちょっとちょばしちゃったじゃん。何もできないのか。え、何これ、これは安定区の中でめっちゃ戦ってるけど、でもすごい作り込みすごいな、やっぱ。次
よよよ、おお待って、ひなみのかぐねに似てるやつがいる。ひなみのかぐねに若干似てるやつがいるけど、尻尾みたいなのも生えてるな。出た、カッコさん。オッケー、まだ出てくるか。もうで、おお出てくるね。なんかすごいね、なんて言うんだろう、生き物チックっていうか生物チックっていうか。あれこれ永遠脇か、下に100って書いてるのあれかな、あれはなんだ、くらえ。店長ずっと見てっけど、店の中が死体の山になる。うわー出たこいつ、店の中、いやー範囲攻撃、おおかすってたのか。あこれすごい押しのけられるな今の。あいつの範囲攻撃来そう。オッケー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 、来た。あいつあれか、走っていくのか。待てよな、この床が燃えてる上にいたらあれかな、ダメージ食らうのかな。範囲攻撃、あまた食らっちゃった。いや若干かすってんのかな。オッケー、僕は友達を傷つけたくないんです。だからもうヒデとは一緒にいられない。でもグールの世界にも入れない。人間でもグールでもない僕は一人だ。僕の居場所なんてどこにもない。それは違う、君はグールでもあり人間でもあるんだ。二つの世界に居場所を持てるただ一人の存在なんだよ。アンテイクに来なさい、君の居場所を守る道にもきっとつながるはずだよ。そして君に私たちのことをもっと知ってほしい。我々がただの飢えた獣なのかどうか。アンテイクの中でかなり暴れ回ったけど、ランク8に上がりましたね。さて、お、なんだこれは、グローブみたいなのに入ったぞ。装着、これはなんだ、カグネを強化したのかな今。あ、なんかいろいろ装着したな、靴に、ズボンに、上、ジャケットに、なんだあれ、下2つは何なんだろうか、リング、指輪かな、で、右下はなんかバッジか勲章か、よくわかんないけど、これは後々調べる必要がありそうですね。で、2の5、いきましょう。吉村と相談し、金木は喫茶店で働くことになった。試験で忙しい十日に代わり、金木はヨモレンジと共にアンテイクの食料調達に行くことになった。ヨモは金木を車に乗せ、高速道路沿いにある崖に連れてきた。ヨモさんと戦うの？食料調達っていうのは一体？ここではよく人が死ぬ、ここに命を捨てに来るんだ。アンテイクの人たちは自殺者を選んで食べて。ヨモ、ヨモを倒せばいいのかな。これはなんだ、嫌なんだ。これは自殺者を集める。ちょっと待って、いきなり敵来るからびっくりした。そんな、自殺者を集めないと。あーちょっと待って、なんか開いちゃった。ちょっと待って待って待って、オッケー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 。これで自殺者を5人かな集めればいいのか。でも敵が来るから、ちょっとひなみちゃん援護しててくれないかな。いざとなったら俺も手を出すけど、多分ひなみがねだいぶやってくれるはず。オッケー、成功したからヨモさんに教えたいんじゃない、これ違うのかな。やべえ待って、銃持ってるやつがいる。歪みてるのだ、クールだ
まさかの銃持ってるやつがいるっていう。オッケー成功。まあ、とりあえず全部集めたらいいのかな。ちょっとでも動いたり攻撃食らったりするとなんかリセットされるね。めっちゃ出てくるけど。あ、いけたっぽい。アンテイクはただの喫茶店ではない。20区のグールが集う場所でもある。もちろん人間の客も来る。グールが人の世で生きるためには彼らのことを学ぶ必要がある。グールにとって人間は生きた教本である。喫茶店で店員として働きながら金木はコーヒーの入れ方を学び、グールとしての生活にも馴染んでいった。自分の居場所を守る方法を探しながら。で、三章解放と。三章結構数ありますね。では、次回からは三章突入ということで、今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。